防弾少年団、いよいよアジアツアーへ、東京ドームをはじめ8都市で17公演を開催。写真イコール連合ニュース防弾少年団がワールドツアー、Love Yourself の北米、欧州公演に続きアジア公演をスタートさせる。6日現在、開催が決まっているアジア公演は東京、大阪、名古屋、福岡、台湾、東園、シンガポール、香港、タイ、バンコクの8都市で行う17公演。まだチケット販売を開始していない香港、バンコク公演を除く6都市の公演チケットはすでに完売した。中でも目を引くのは日本公演だ。13、14日に東京ドーム、21、23、24日に京セラドーム大阪、来年1月12、13日に名古屋ドーム、同2月16、17日に福岡ヤフオク、ドームで行われる。昨年10月に京セラドーム大阪で、デビュー後初のドーム公演を開催してからわず、近い1年余りで37万5千人を動員するドームツアーを行うことになった。日本の月刊情報誌日経エンタテインメントが発表した2018年のコンサート動員力ランキングで防弾少年団は1、9位に入り、ミスター・チルドレン、エグザイル・ザ・セカンド、世界の終わりを上回った。写真イコールビッグヒットエンターテインメント、連合ニュース防弾少年団はアジア公演を控え、休息を取りつつ音楽活動を行っている。本日、6日、午後、仁川、インチョンで開催される音楽賞、2018M。GA 受賞式で、米ポップスターのチャーリー・プースと共演する。北米、欧州公演を終え帰国した先月24日にソウルで開かれた2018大韓民国大衆文化芸術賞の授賞式では、華韓文化勲章を受賞した。韓流を広めるなど、大衆文化芸術の発展に寄与した功績が認められた。また、リーダーの RM が先月公開したアルバム、モノドットは、ビルボードのメインアルバムチャート、ビルボード200で26位に初登場し、K-POP のソロ歌手としての最高記録を打ち立てた。写真イコール連合ニュース。